えー、皆様こんにちは。荒川周作マドリン・ギンズ東京事務所以下 AG 東京と呼びます。えー、そしてリバーセブンデスティニー・ファンデーション先ほどプレゼンテーションが終わりましたリバーセブンデスティニー・ファンデーション以下 RDF、えー、のディレクターの本間桃代です。えー、AG 東京は荒川とギンズによって当時 名古屋と東京で進行中だった建築プロジェクトを推進するために設立されました2002年のことでした、えー、事務所現在は事務所は2005年に竣工された三鷹天明飯店住宅 inMemory ofHelenKeller の一室にありまして2人の作品でもあるこの建物の管理運営を行いながら 主に日本国内の荒川銀図に関するさまざまな活動を行っています。えー、それは日本国内にある二人の建築プロジェクト。奈義町現代美術館の偏在の場。奈義の良安寺建築する身体。ええー、ユビクイタスサイト。奈義津良安寺アーキテクチャーボディですね。養老天明反転地。サイトオフリパーバースボーテスニーヨーロ、そして。 三鷹店名飯店住宅三鷹ロフツを拠点とした見学会やイベントの企画運営荒川銀座作品の研究者や学生の支援日本国内における荒川作品のプロモーションなど非常に多岐にわたります、えー、しかし2020年より現在も世界中に大きな変革をもたらし続けている新型コロナウイルスの出現によって 私たちの活動も大きく様変わりしました。それまで活発に行ってきたさまざまなイベントや研究者の往来等はすべて中止、あるいはオンラインでの開催を余儀なくされて、リモートワークを中心とする時間も断続的に続いています。その間に私たちが積極的に取り組んだことは何と言っても。 アーカイブ資料の整理研究と言えるでしょう、えー、荒川存命中、荒川銀図存命中は決して手をつけることができなかったアーカイブ、えー、その理由として2人が常に未来を見据えて活動してきたことが挙げられますつまり、えー、荒川銀図2人にとってアーカイブ研究とは過去を見つめることでありそんな時間があったら今できることをせよと。 えー、一つでも多くのののの天命反転建築の建築設に向かえというのが彼らのモットーででしたですから私たちのアーカイブは2010年に荒川がこの世を旅立ってからようやく取り組めるようになったものでとはいええーまあ、他にも多様な活動を同時に続けつつ進めることはなかなか困難なことでもありました。えー パンデミックという未曾有の出来事を機に荒川とマドリンには申し訳ないと思いつつ過去から見える未来もあるのだと自分たちに言い聞かせてこの間集中して取り組んできたアーカイブ研究からこの度のプレゼンテーションでは「荒川周作とマドリン・ギンズの組み立て直し」「アーカイブ研究からの試み」と題し皆様に私たちのこの間の成果の一部を発表させていただきたいと思います。 え表題の組み立て直しは2人の代表作であり現在も進行中のプロジェクトとして有名な「意味のメカニズム」の第8章「s ア e センブリング」組み立て直しから取りましたえ最初に AG 東京支配人の松田より「荒川マドリン・ギンズの掲載紙アーカイブ」と題しまして荒川・ギンズアーカイブの中から2人に関する論文 雑誌、新聞、カタログなどの経済紙アーカイブについて、その構築方法、そこから見えてくるもの、活用例、これからの展望などをご紹介しますそれでは松田さんお願いします。 荒川修作マドリン,ギンズ東京事務所の松田と申します私からはです、ね、荒川周作マドリン・ギンズの掲載紙アーカイブと題しまして、2人のです、ね、雑誌、新聞、カタログなどのアーカイブについて、主にお話しさせていただければと思います。まあ、アーカイブといってもです、ね、さまざまなアーカイブ、種類があると思うんですが、東京事務所、弊社で,です、ね、扱っているものとしては、まあ、大きく分けて2種類あると考えています。 一つはですねこの後あと瀬野、川口本間がですねあの話します書簡のアーカイブがあるんですが私の方ではですね主にもう一つのアーカイブですね掲載誌のアーカイブについてお話をさせていただければと思います掲載誌というのはこちらにも書いてありますがカタログ、新聞、チラシ DM などの主に一般的に世間で出ている印刷されているものということですね。 でこちらのアーカイブなんですが、えー、我々ですねアーカイブ作業、えー、2010年から構築作業を進めてき始めています、えー、皆さんご存知のように荒川と銀図はま非常にキャリアが長いアーティストですので特にですねすはい大丈夫特に荒川は1950年代後半からキャリアをスタートし 亡くなった後も今,今は現在もですね雑誌特に雑誌新聞などの掲載は続いておりますで始めたですね2010年の時点で、まあ、すでにですねそのキャリアがスタートした1950年から2010年までですので50年から60年分のです、ねまあ、未収集の資料があるということなんですねではその未収集の資料を どう効率よくアーカイブをしようか、まあ、そのために我々が取った方法というのをちょっとご紹介したいんですが、まあ、それはどうしたかというとですね、まあ、過去たくさんあるですねカタログそちらに掲載されている参考文献を逆に我々が参考,すると参考にするという方法を取りましたこちらですね代表的な3つのカタログになるんですが、えー、左からですかね 1979年の西部美術館のカタログ「海外についての言葉とイメージ荒川秀作展」そして真ん中にあるのは国立近代美術館で開催されました「見るものが作られる場展」そしてグッケンハイム美術館で開催されました「w e h a e n e c i d e d n o t t o d a 展覧会ですね97年。 この3つの展覧会は荒川銀図の時代ごとに大きな本当にですね象徴的な展覧会になりますがそれぞれにですねビブリオグラフィー参考文献がかなり充実した内容で掲載されていますアーカイブを始めるにあたりましてまずその3つのですね参考文献を1つのですね Excel のシートにまとめるという作業から始めましたまあ簡単に言ってしまえばこういうことなんですけど 画面上のエクセルシートのように一、ね、行に対して一つの記事、まあ、文献ということでまずリスト化を行うという作業を行いました。 そしてですね次に出来上がったリストをもとにです、ねまあ、非常に地道なんですが国会図書館やですね美術館の美術資料室などにですねスタッフが向かいその該当する掲載誌、カトログ、新聞などをです、ね、副写を行うということで実際の紙面ですねその記事が実際どういう紙面だったということを、まあ、入手をするということを行います。そしてですね それをですねコピーで入手したものを事務所にしてスキャンを行います。それでスキャンを行ってアーカイブをするという形で資料収集を行ってきました。で 2010年にですね弊社で始めた掲載誌のアーカイブなんですが今回のこの国際シンポジウムの機会をいただきました関西大学のですね身体論研究班東西学術研究所の身体論研究班が2016年に発足をしていましてその段階でですねそれでは一緒に共同でアーカイブを行いましょうということで2016年からは関西大学にも入っていただいて皆さんにも入っていただいてこの 共同でアーカイブを構築すするといいう,うに進めてきてきますただ、先ほどのリストにです、ね、戻ってみるとです、ね、こちら背景が白の行とオレンジ色の行があるんですがオレンジ色の行はです、ねまあ、日本国内の図書館では見つけられなかった資料になるんですね2人の活動は世界中で展開されています。 日本、アメリカだけではなくフランス、ドイツ、イタリアさまざまな国のメディアに取り上げられています。 そこでですね国内日本国内ですべての掲載記事をまあ集めるということが難しいということがだんだん分かってきましたので2019年からはですね先ほどはあの我々の前にプレゼンをしてくださいましたリバーシブル・デスニー・ファンデーションにもですね入っていただいて日本語以外の資料日本国内で収集中するのが難しい資料というものを逆に手伝って収集していただくということで担当してもらうことになりました。 まあ現在2022年、ですね2022年現在この掲載者アーカイブ、ですね結果としてですね3社、荒川銀図東京事務所、関西大学東西学術研究所、そしてリバーシブ・デスィンファンデーションの共同プロジェクトとして構築作業を継続して行っているという形になっています。それでまあ ある程度、えー、長く2010年からですので、えー、構築作業をしてきて、ですねじゃあ、構築したら、掲載誌、一体何が見えてくるのか、少しですね、記事を紹介しながら、皆さんとですね掲載誌アーカイブから見えてくるものということで、少し紹介をしたいと思います。で、まずこちらの記事なんですけど、こちらはですね、2005年9月20日の日本経済新聞有刊に掲載された三鷹天名反転住宅の記事です。 え三鷹天命反転住宅が初めて全国紙の新聞に掲載された記事でありさらにこちらえー新聞の一面に掲載された記事でもありますタイトルは逆転の発想非バリアフリーの進めとあるんですね、えー、三鷹天命反転住宅にお越しくださった方はお分かりだと思うんですが住宅はまあ体を中心に設計するというコンセプトのもと 球体のの部屋や凸凹床を持つリビングなななど、非常ににユニークな住宅になっています。そのことを日経新聞の記者の方が「まあ、それは非常に面白いですね」と「バリアフリー中心の時代の中で逆転の発想ですね」ということで「非バリアフリーの勧め」というタイトルをつけて記事を作ってくださいました。 これが、えー、実際に、竣工はですね実は建物が完成したのは、えー、2005年の10月15日になるので、竣工のほぼ1ヶ月前の記事になるんですね。で、この記事がですね日経新聞に、えー、掲載されますと、まあ、非常に多くの反響をいただきました。もうこの記事でですね建物を知っていただいたという方、かなりいらっしゃいますで。一般の方ももちろんなんですが、この記事を見ていただくことで、ですね実は、えー 取材関係メディア関係の方もこれで知っていただくという方が非常に増えましてここからですね一気に住宅の取材が非常に増えるんですね。でこちら次の記事なんですがこちらは2005年の10月13日東京新聞の記事です、えー。日経新聞からはほぼ1か月後の記事になるんですがタイトルがですね見ていただきますと「反バリアフリーの家」というふうになってます。 先ほどの記事は非バリアフリーだったんですが1ヶ月経ってですね反バリアフリーという記事に変わっているということですね。でこの時期私実は取材を受けていたんですがもうほぼ毎日に近い形でですねいろいろ取材を受けていましてどんどんいろんなメディアで紹介していただくということが続くんですがえ次にですね 2005年の11月11日の記事をちょっとご紹介したいんですがまあさらに1ヶ月後ですね1ヶ月後の日,経日刊現代さんの記事ですタイトルは「くたばれバリアフリーの家は実にスリリングだった」ということですね。 2ヶ月の間にさまざ、あ、まなメディアさまざまな方の目、えー、言葉を通して住宅を語られる中でですね住宅への表現が、まあ、非バリアフリーそして反バリアフリー、まあ、最後にはくたばれバリアフリーと変わっているわけですで今の記事何か見えてくるものかっていうのを考えてみるとまあ私は2つあるんじゃないかと思っていまして、まあ、1つは 客観的事実、まあ、社会がどのように受け取ったのかととといいいうことが非常に重要なななんじゃないかなと思います住宅が完成した2005年という年は、まあ、バリアフリー論全盛の時代でしたのでその中で凸凹の床っていうのがですね、まあ、逆転の発想として捉えられ、まあ、報道を重ねるごとに非バリアフリーから反バリアフリーそしてくたばれバリアフリーへの表現と変化していっています。で 2つ目は、まあ、時代の動向、まあ、当時のトレンドですね2005年当時というのは、まあ、思い返してみるとまだユニバーサルデザインというですね概念がそんなに浸透していなかったと思うんですね、えー、なので大体取材の時はこれはバリアフリーですかバリアフリーじゃないですかというような形で論じられることが非常に多かったと記憶していますもしこれがですね2022年今 建設しているなら、えー、ユニバーサルデザインかもしれないですしもしもかしたらインクルーシブデザインという言葉も最近出てきますのでそのような側面で、えー、語られていたのではないかなと思っています。でですね今まあアーカイブの資料一部ですね紹介する中でこんな傾向がありますよというような話がしたんですが、まあ、それ以外にもですね掲載紙のアーカイブこんな掲載紙ではあるんですが。 実はたくさん活用例というものもあったりします。えー、こちらですね、えー、突然、全然話が変わるんですが、えー、箱をテーマにしたボクシングマッチという展覧会がですね、1963年にゴードン・フィフス・アベニュー・ギャラリー、これ、アメリカのギャラリーですけど、えー、そこでですね開催されています。出品作家は荒川周作、愛王、ロバート・モリス、吉村正信の4人。 が出品しているとこの展覧会にですね非常に注目されたニューヨークのキャステリ・ギャラリーがですね2019年にこの展覧会の再現資料展示ということで「1963ボクシングマッチリビジテッド」という展覧会を開催されています。 開催にあたりですね、まあ、当時出品した4人の作家の資料展覧会にまつわる記事などももう少し研究をしてですねそういうものも再現点に合わせて資料も集めようということでですねキャステリ・ギャラリーからですねあの荒川銀座東京事務所弊社にもですね問い合わせをいただきました。 でその問い合わせに際してですね我々もまあこの掲載者アーカイブをですね少しいろいろさ調べてみるとですねまあこの展覧会に即した非常に面白いかなと思う記事を見つけたので、えー、それをちょっと紹介したいと思いますこちらですねこちらの記事は1962年の3月26日、えー、読売新聞の夕刊です山口勝弘さんが書かれた アメリカの断面箱を作る芸術家というですね記事があります。うん、で記事をちょっと一部抜粋して読んでみるとですね、えー、モリスが作った箱下の部分ですね、うん、その後ニューヨークへやってきた彫刻家の荒川修作君にだいぶショックだったらしい彼もまた日本でカンオケシリーズを作っていた作家だったが彼の箱は 彼の膨張した観念像のセメント化した作品を入れる容器だったところがモリスは箱だけを一生懸命作る作家だった、えー、まあこちらはです、ね、読んで、えー、聞いていただければお分かりの通りニューヨークにやってきた荒川周作が、まあ、ロバート・モリスの箱型の作品に出会い、まあ、非常に衝撃を受けたんだということを山口さんが書いてくださってい,らっしゃいます。 この展覧会に出品した2作家についての交流についての記事ということですのでこ,れこちらは非常にまあそのボクシングマッチ展に関わる面白い記事なんじゃないですかということでキャステルギャラリーにですねまあ紹介をしたところですねギャラリーとしてもまあ本当にああすごく貴重な記事ですねということで2019年の,その再現展の新しく作ったカタログにこちらの記事を英語訳してですね掲載するということをしてくださっていました。 でさまざまな形でですね掲載誌のアーカイブを見てきたんですが、まあ、まとめとしてですね、まあ、以下のようなことをちょっとお話しできればなと思います。掲載誌のアーカイブ、まあ、いろいろですね長きにわたってたくさん記事を集めてくると長所短所いろんな部分が出てくると思うんですがまず長所としては3点ほどですね。 事事実ととししてて物事をまあ俯瞰して見ることができます、まあ、日付参加人数展示物などもあのそれは記録として皆さんで共有できるものなどで事実として俯瞰して見ることができる2つ目はえ皆さんがえ国立国会図書館など誰しも皆さんがアクセスが可能であるということですね。 まそれを言い方を変えればまあエビデンスとしてですね証拠として絶対これがまあ証拠になりえますよということで全員で共有がしやすいということですね。えー、そして3つ目が天平など第三者の意見をまあ知ることができるということですね先ほどのえ記事山口さんの記事もそうなんですがえ作家の声というよりかはえ第三者がどういうふうに考えていたかどう社会が捉えていたかということがお分かりいただけると思います。 ただまあ短所逆の立場で言ってしまえば指針ではないので作家本人が本当にはどう考えていたのだろうか作品の本当の意味は一体どういうものなのかということをそこから直接知る媒体としてはなかなか難しいんじゃないかなと思っています。 ただ、掲載誌のアーカイブが作家、作品が、まあ、どのように社会に受け入れられてきたかなど、まあ、客観的事実を知るための、まあ、基盤、基礎の資料でありです、ね、展覧会歴、カタログ、レゾネ作成、まあ、研究をしていただく上ではでは、ねまあ、欠かせない資料だと思っているので、まあ、これからもです、ね、継続して掲載誌アーカイブの構築は、まあ、行っていければなと思っています。 そして最後にですねアーカイブまあやっていて非常に問題というかですね我々の課題となるのがじゃあこれをどういうふうに 皆さんと共有していくのかっていうことは非常に大きな課題なんですがこれまでもうこの身体論研究班弊社そして RDF でですね構築してきたこのアーカイブをですねまあ皆さんに広く活用していただくためにですねこの機会にですねまあそちらにも展示もしてあるんですが荒川銀座の文献検索システムとしてですね公開をさせていただこうということになりました。にですねああのの本日もあの 東京事務所のホームページには、えー、もう、えー、リンクを貼っておりますので、えー、皆さんそちらからご覧いただくことも可能です。えー、こちらの検索システムからですね、まあ、荒川議員図について先ほどの記事ですね、えー、いつ誰がどのようなことを書いているのかということを、まあ、真摯にです、ね、発見していただくことができますし、まあ、このアーカイブによってですね、さらに皆さんの研究の輪が広がることを願っています。ご、えー、ご視聴ありがとうございました。 松田さんありがとうございました、えー、続きまして、えー、AG 東京アーカイブ担当の瀬野遥るより AG 東京の書簡アーカイブ報告より、えー、1979年書簡から考察するもう一人の荒川と題し 書簡アーカイブの報告と特に1979年の書簡や資料を参照し発表いたしますそれではよろしくお願いしますこんにちはそれでは始めさせていただきますまず目的 なんですけれども今回の私の研究発表は1979年が荒川にとって特に日本のキャリアにおいてとても重要な都市であると位置づけその時一体どんなことがあったのか初回アーカイブの中から1979年当時の書簡や資料を参照しながらもう一人の荒川を浮かび上がらせるという試みです。 まず荒川修作所管、えー、アーカイブとはなんですけれども所管のアーカイブについては、えー、2015年にに本格的に東京事務所で始まりまりしたこの場合における所管アーカイブとは荒川銀座東京事務所で保管している書管類を指しそのほとんどは荒川修作がニューヨークで受け取ったものを所管アーカイブとして定義しています。 書簡は主に1978年から1980年のものが大変多くありまして言語は書簡のほとんどが日本語で書かれたものが中心となっています。まず、えー、書簡の数なんですけれども荒川周作宛に届いた書簡がまあ約500通程度あります。 ま主な差出人といたしましては竹口修造遠野志明宮川淳荏原淳といった美術評論家の方々からま本当に各界の方との交流の書簡がありますその他ま当時の扱い画廊であったり美術館や出版社などそういった法人というか個人だけではなくてそういった組織との書簡のやり取りもありますで書簡の年代なんですけれども一番古いもので1963年 一番新しいもので1996年になるんですけれどもこれは書簡そもそも90年代以降はまあ荒川が主に好んでいたファックスへと移行していくのでまあ一番最後にあるのが今のところは96年の書簡となっています。 続いてこちらの図なんですけれども書簡をどののようにこうにに分分類分け項目化していいるのかという図になります主には1から8までの項目に分けているんですが例えばこのオレンジ色で表記した3番の「形態」というのは書簡がまあはがきなのか、えー、封書なのかグリーティングカードなのかといったことを書き記しています。 その下の7番目の付属品というのは、えー、書簡の他かに、えー、例えば何か資料が入っていた場合などに掛け、えー、記す項目ですこの2つについてはちょっと後ほどの発表でも、えー、触れていきたいと思っています次1979年について、えー、1979年がまあどのように重要な年だったのかということを少しあのー、見ていきましょう まず個展開催のために荒川が18年ぶりに帰国します。で国内美術館での大規模個展これまあ当時は通称帰国展というふうに言われていることが多いんですけれども6月に西武美術館8月に国立国際美術館で個展を開催しますで7月に兵庫県立美術館11月に北九州市立美術館で荒川周作全版画展の開催が行われます。 まあ国公立を含む美術館で1年にですねこれだけの個展を開催する作家というのはまあ今考えてみてもあ,のあまりいないまあ非常にあのすごいことなのではないかなと思います。また荒川の最重要の著作であると言われている「意味のメカニズム」この日本語版もこの年に小判が刊行されています。 続いいてこちらの年表をご覧ください荒川が1961年に渡米するんですけれどもその渡米後に日本に関係する事柄をちょっと抜き出した年表になるんですが、まあ、先ほどの RDF チームの発表を聞いていただいてもですね、まあ、欧米で本当に数々の展覧会を荒川を行ってきているんですけれども、えー、1966年に例えば日本においては「えー 大原美術館賞の受賞ですとか1970年のベ、まあ、ネツィア・ヴィエナーレの日本館に、えー、選出されるといったことはあるんですけれども、まあ、日本においては本当にギャラリーでの展示を除くとほとんどグループ展とかも含めて美術館とかでの、えー、展覧会には全く参加してないということが分かるかと思いますですので1979年は18年ぶりの帰国展ということで これまでほとんど日本で見る機会のなかった荒川の絵画作品を一気に見ることができる日本国内で荒川周作への注目と評価が最大に集まった年であるということがお分かりいただけるかなと思います続いては1979年に荒川の周辺で起きたことについてですサム・フランシスはじめ、えー、欧米の現代美術や日本の前衛美術 を取り上げ紹介し続けてきた南画廊の清水楠雄氏が3月に急生します60年代から荒川を日本で積極的に紹介し続けて貴重な存在である南画廊の代表がまあ52歳でこの世を去ってしまいます続いて7月には荒川にとって最大の理解者であった詩人であり美術評論家の滝口修造氏が7月に闘病の末逝去。 荒川の帰国展を見ることなく旅立ってしまいました竹口氏からの所感の数というのもかなりの数があるんですけれどもそれについては次の川口本間からの発表の中で詳しく触れたいと思います、まあ、こうして南ガロ清水氏と美術評論家竹口氏の二人の死というのは荒川、まあ、にとってはもちろんなんですけれども日本の美術業界にも当時大きな衝撃を与えました この通り1979年は大規模古典開催により日本での評価を決定づける荒川自身キャリアの上で最も重要な年そして荒川にとって重要なキーパーソン2人とのお別れの年であるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。では続いて欧米での活躍。 1979年の書簡はでは一体どんなものがあったのかというのをちょっとここで一例を取り上げてみたいと思います現在キュレーターである岡部あおみさんが1979年4月29日に送った荒川修作宛の書簡を見ていきます岡部あおみさんは、えー、書簡を送った当時パリのポンピドゥセンターの研修生であり、えー、その後は特別研究員としてポンピドゥセンターでの、えー、展覧会企画に携わることになりますでは ちょっと読んでみます。私は日本でフランス言語学を学び、パリに来てからルーブル学院で美術史概論と現代美術史を学びました。今日本の現代美術について論文を準備しているところです。荒川さんの初期の作品から今に至る何でもいいのですが、資料になりそうなカタログ、写真を送っていただけませんでしょうか。 そしてこの書簡には当時フランス在住であらかわとも大変親しかった美術評論家エバラジ氏の紹介状が添付されていますこれもちょっと読んでみます、えー、日本の現代美術についての関心がこういう形で高まっているということはお互い美術に関わるものとしては大変ありがたいことです 若い人が日本美術のために研究発信してくれるようになることを私同様期待して協力してあげるの大変いいと思いますので何とぞよろしくお願いします。その後1986年え岡部さんが共同コミッショナーを務められポンペドゥセンターで開催された1910から1970「全英芸術の日本」展には荒川もカンオケシリーズを紹介 いくつか出品しているんですけれどもこの展覧会は海外で初めて日本の全英芸術を紹介した美術史的にも大変重要な展覧会になっています海外でま具体ですとかモノ派の研究が進められるきっかけを作ったとも言われています 本当にこのなんてことのない先ほどの書簡なんですけれども、まあ、岡部さんは実は私の大学時代の恩師でもありまして今回の発表にあたりこの書簡の経緯などもヒアリングさせていただいたんですけれどもこの時の交流をきっかけに、えー、荒川の禅芸術の日本展の参加につながったということを伺いました1979年、まあ、このように欧米で、えー、先駆けて活躍をしていた荒川はもう作家として確固たる地位を築いて、えー いましたので、当時まあこのように様々な人々の期待と羨望が集まっていたということが、この一通の書簡からもお伺い知ることができます。続いて書簡の付属品から。書簡と一言で言いましても、その中にはえ様々な写真です。とか新聞記事です。とか、そういった資料が一緒に入っていることがあります。ここではちょっとそれを仮に付属品と呼ばせていただきます。 例えば、1979年2月27日の書簡の付属品を見てみますと、えー、荒川の高校の同級生であり、えー、大変親しかった東京学芸大学名誉教授だった伊藤清氏より朝日新聞長官の週刊報告この2つのですね週刊報告の切り抜きが書簡とともに送られていたということが分かります。その他美術手帳やエピステーメといった思想詞なども、えー、当時送られていたということが分かっています。 18年間一度も日本に帰国しなかった荒川なんですけれども当時一部のメディアからは日本を捨てたというような言い方もされていましたですがまあ私が思ったのはですね本当に日本のことを荒川捨てたのかつまり日本のことに本当に興味を持っていなかったのかということなんですけれどもここで1979年1月10日の荒川周作から先ほどの伊藤清正への送られた手紙を書簡を読んでみましょう。 手紙・新聞どうもありがとう日本のニューースは暗いイメージばかりですね今のようにまあ容易にネットなどが使えなかった時代だと思うんですけれども当時の日本の社会情勢やアートシーンの情報を得るための重要な役割としてま書簡が一役買っていたということが分かります他にも関係者から日本に関する資料ですとか食材なども送られていたということが書簡の中からえ分かっており 荒川が日本を18年間忘れたことは一度もないだろうということが容易に推測することができます続いて夢うつつの1979年続いて帰国展のインタビューを抜粋し一部読んでみたいと思います1979年7月14日朝日新聞夕刊故国,国を捨てた荒川芸術18年ぶり帰国展 文中インタビューより18年ぶりの帰国ですが印象は別にどうということはない機会がなかったから帰らなかっただけだが日本は私にとっては外国よりも外国のような気がしているから帰る理由もなかった「故国を捨てた」とショッキングなタイトルがまあついた記事ではあるんですけれども、えー、荒川が非常に、まあ、そもそも挑発的な態度でインタビューに回答しているということが分かります。しかしかその一方でですね えこ,ちらこのインタビュー先ほどのインタビューの約1ヶ月後である1979年8月13日荒川周作から伊藤清忠氏へ送られた書簡を見てみたいと思います。東京ではとととありがとうオープニングと同時に竹口氏の 死で全く夢うつつの毎日であなたとゆっくり話し合える時間も持てなかったことをお許しください今度はこっそりと帰ります夢うつつこの短い一言にいろんな気持ちを読み取ることができるのではないかと私は考えました現実なのかまあはたまた夢なのか一番の理解者である滝口氏との別れによる寂しさ そして大規模個展の開催激、まあ、動の1979年だったわけなんですけれどもそういった興奮と寂しさ、えー、まさに混乱の状態を、えー、読み取ることができないでしょうかここには先ほどのインタビューに答える挑発的な態度の、まあ、アーティスト荒川周作ではなくてですね一人の人間としての本音を感じ取ることが、えー、この短い一言から感じることができないでしょうか。 また文末にはえ今度はこっそりと帰りますというものを付け加えることも忘れていません。でこのこっそりとっていうのをこの縦線でえ本当はゆっくりとって書いてるのを縦線で消してこっそりとって書いてあるのもえ大変面白い点かなと思います。そしてですねすません先ほどのえ葉書きなんですけれども実は裏返しますと ニューヨーヨク近代美術館所蔵のポール・セザンヌ水浴の男荒の川が,がセザンヌの絵描がきを使って書簡を送ったというだけでもまあ十分興味深いことなんですけれどもセザンヌがた々描いてきた水浴図の中でもこの一人の男性が正面に立つ水浴の男を選んだ。 ととといいうところが大変興味深いと私は思いましたこの男のうつむき加減まさに荒川の言う夢うつつを表しているような、えー、ま物けな表情であったり物思いにふける様子を読み取ることができないでしょうかまたこのハガキはがきは我々東京事務所でもですね大変話題になりましてどこかでこのポーズを見たことがあるねという話になったんですけれども。 こちらの写真そっくりではないでしょうかこれは三鷹天名飯店住宅で2005年ですかね2005年ぐらいに、えー、まあホームが撮影したものだそうです少し話が脱線いたしましたがあまりにも同じポーズでしたので、えー、ちょっと紹介させていただきました続いて書簡による18年の交流 先日いたしました書簡アーカイブの差出人の方々というのは、えー、まあ主に著名な方々ばかりなんですけれども書簡の中には当然ご家族やファンの方からの書簡もあります荒川は18年間日本に一度も帰国はしていないんですけれどもご家族特にお母様とのやり取りが数多く残されているということも大変印象的です。 えちょっと今回特別にご評価をいただきましたので1978年、えー、7月2日の書簡を読み上げたいと思います荒川の母加義さんから荒川への書簡です修作先日はお手紙ありがたく拝読いたしましたあなたも奥様たちも皆様元気な様子で一度喜んでおりますいろいろと心配をかけてすみません病気はもうすっかり良くなりつつ食べ物は十分注意して毎日運動しています 話は変わりますが来年の6月にあなたの大古典が開かれるそうでおめでとうございます家中喜んでおります日本へおいでの際は自動車で京都奈良へ見物して案内させてあげようと思いますこれからは私の病気のことは気にしないで一生懸命荒川修作展を作ってご成功を祈っております暑さが続きますのでお体大事にしてくださいといった所感なんですけれども この書簡からまあ荒川がお母様の病気のことをまあすごく心配しているということまた帰ってきたらえ旅行の計画旅行をしようという計画など18年間遠く離れていても荒川がご家族を思う気持ちと信頼関係非常に親密な様子が伝わってきます続いてえまとめに変えてもう一人の荒川。 ここままでで荒川ににとっってて激動のでのの年年あたた1979書簡やその周辺資料を中心に見てきましたプライベートな資料である書簡を見ていくことで日本のメディアが報じていた荒川とは少しまた別のもう一人の荒川が見えてこないでしょうかアーカイブとはただ過去を振り返ることではなく新しい歴史への理解そしてアプローチになると私は思います。 所管アーカイブの公開につきましてはまあ、その公開方法公開範囲については、えー、様々まだ検討すべき点がありますが今後、えー、新たな荒川銀図研究の一助となることを願いましてこの発表を終えたいと思います。最後にですね、えー 所管の大切な書管の使用許可にご協力をいただきました伊藤博子さん岡部青美さん下川宗介さん松原智子さんこの場を借りてお礼申し上げます。それでは皆様ごご聴ありがとうございました 皆さんありがとうございました、えー、次に荒川銀図東京アーカイブあ荒川銀図東京事務所アーカイブリサーチャーの川口春より1977年から79年における荒川周作滝口修造往復書簡についてと題し AG 東京オフィスの書簡アーカイブのうち荒川のメンター的存在だった 滝口修造との書簡に焦点を当てた発表をいたします。川口さんお願いします。 こんにちは、えー、荒川銀図東京事務所アーカイブリサーチャーの川口遥ですよろしくお願いいたします私からは、えー、1977年から79年における荒川修作滝口修造の往復書簡についてというテーマで発表をさせていただきますよろしくお願いいたします 先ほど瀬野からも発表がありましたとおり荒川銀図東京事務所では多くの書簡をアーカイブしておりまして全部で約550件の保管がありますそのうち個人より届いたものが約340件中でも大きな割合を占めているのが滝口修造氏からの書簡でこちらは計30件となっております 参考といたしまして、えー、荒川家のご家族からの手紙、えー、89件や、えー、寄贈を受けた荒川本人の手紙31件これらに次ぐ多さになっております。でえー、滝口修造氏はです、ね、先ほどせのの発表からもありましたが、えー、ご存知の方も多いと思われますが1903年生まれの詩人そして美術評論家で美術界では非常に重要な人物です。 そして、えー、荒川にとっても年の離れた良き理解者であり死であり良き友でもあるそんな存在でした、えー、画面の右側の写真は、えー、1961年のものですが渡、えー、米する荒川を滝口氏が空港まで来て見送るこんな姿が映っています滝口氏と荒川の親密な関係性ですねは このやり取りされた書簡の数からはもちろんこの写真からも読み取っていただけるのではないかと思いますで書簡のアーカイブと申し上げたのですが書簡というメディアには不思議な特性がありまして党法つまり荒川宛の手紙というのはこちらの手元にあるのですが荒川からこう送った手紙というのはこちらの手元にはない とというようよなことが挙げられますしかし、えー、当事務所にですね滝口からの書簡がこれだけあるこ,のこれだけの数あるということは荒川からもそれに相当する量の書簡を送っているはずだということが言えると思いますそこで我々はですねえ別々の場所で保管されているこれらの書簡をすべて一つに合わせると 往復書簡が再現できるのではないかという仮説を立てました、えー、滝口と荒川の手紙のやり取りは60年代の初頭から始まりまして、えー、滝口没年の1979年まで続きますそれまでの3年間であり荒川の古典開催を間近に控えた 1977年から79年におけるやり取りこれを特に重要なものと位置づけましてこの範囲を往復書簡として再現することを試みましたそれを実現すべくですね滝口に関する豊富なコレクションを持つ慶応義塾大学アートセンター滝口修造コレクション以下慶応アーカイブと呼ばせていただきます こちらを訪問させていただきまして荒川が滝口に送った書簡こちらを複写いたしました先方の多大なるご協力には改めて御礼申し上げます複写を行った資料なのですが種類別に、えー、はがきと書簡がありますでまずはがきですがこちらは1962年1月 から1978年2月までの12件そして書簡は1960年代が40件、えー、1970年代が31件これに日付不明のもの7件を合わせ78件トータルで90件の書簡はがきを副写いたしました。 慶応アーカイブでの複写にあたりまして実際に注意したポイントなどをご紹介いたします。まず1977年から79年をこう荒川滝口にとって重要な年と位置づけたもののこちらであらかじめそ,のそれ以外の場所を複写するとかしないとかそういった線引きはせずにですね77年より前の年代も含めて 先方が所蔵するすべての,あの滝口荒川関連の書簡を複写するようにいたしましたで次に、えー、持参したチェックリストがあったのですがこちらには、えっと、封筒1枚とか便箋3枚だったりとか、えっと、郵便書簡1枚とかそういった、えー、手紙の形式のメモをしまして、えっと、データの過不足を確認する際の照らし合わせに役立てました。 また先方指定のデジタルカメラで資料を撮影した際ですね先方側で資料にラブリングされた消し印の日付が記された付箋があったんですけれどもこちらを手紙本体と合わせて写すことで日付と内容がきちんとリンクするようにしましたそして最後に書簡を複写する際限られた時間を有効に使うべく極力手紙の内容を読み込まずに 後日データを整理してから内容を読み込むというような方法を取りました。すべ、えー、ての書簡を複写した後ですね当事務所が持つ書簡と慶応アーカイブ所蔵の書簡のうち1977年から79年の書簡のみを抽出し1つのフォルダーへまとめました。 でまずデータに過不足がないかの確認これをした後ですね同じ年月日,を年月日の書簡ごとに一つの PDF に変換しまして名称も例えば1977年8月18日の荒川からのお手紙であれば 19770818from 荒川のようにう名称を変えまして時系列順に 書簡のこのできたフォルダーから書簡を1つずつ読み込んでいきましてそこに書かれた内容これをこうざっくりと手書きでこうメモをしまして往復書簡の様子を把握しましたこのようにこう年月日と,あと大まかな手紙の内容を書き込んでおります 皆様に読んでいただく目的というよりかは自身がお復書簡の内容を整理してあとこう把握するために個人的に作成した手書きのメモになるためもちろんこう読みづらい部分などもあるかと思われますがご了承くださいするとこのメモから手紙同士が確かに呼応している様子これが見られましたので是非ここで実際の手紙を写して読んでみたいと思います。 まず一つ目のお手紙を紹介します。こちらは1977年12月3日の荒川から滝口へ送られた手紙です。クローズアップして上の四角で囲った部分「The show went well, no scandals.We will send you the catalog as soon as we receive some」パリでの展示はうまくいきました。 カタログをできるだけ早く送りますといった個展の成功報告に加えまして下の四角の部分では So we will recommend to you that it is essential for you to be in the best of health 30 or 40 years from now Not mind or soul only body must be careful 中略して Please call Aiko Miyawaki for exact information advice about what to do. 中略して I think Aiko knows just what is right to eat.、えー、あなたにとってのここからの3 4 0年は健康第一にされることをおすすめします。えー、健康のために何をすべきか、そしてこう何を食べるべきかのアドバイスを ぜひ宮脇愛子さんに電話して聞いてみてください」などと健康に関する気遣いとみられる文章が書かれていますこちらの今の手紙に対して、えー、2つ目の手紙をご紹介しますこちらは1つ目に紹介した、えー、1977年12月3日の荒川からの手紙の後、 1977年12月24日に滝口から荒川へ当てられたものになります手紙の一番上ですね四角で囲った部分に読んでみますと「c o n g r a t u l a t i on your exhibitions in Europe! I wish you a great success on every case! ヨーロッパでの展覧会おめでとう!」 それぞれの展覧会の大きな成功を祈りますと、先日の手紙にもあった、えー、パリでの個展を開催を祝う言葉があったりですとか、あと下の四角で囲った部分見ていただくと、I always thank you for your every kind care for my health.、えー、あなたの私の健康への気遣いにいつも感謝していますなどと。 荒川から寄せられた自身の健康への気遣いへもこう大変感謝するような言葉も綴られておりますでさらにです、ねえー、この手紙の末尾に、えー、日本語でこう書いてある部分がありましてこちらはえ「もし日本の食べ物でぜひ食べてみたいものがあればご遠慮なくお申し越しください」お送りしたいと思います。 この手書きの部分に関しては、えー、推測ではあるのですが末尾の、えー、署名の字だったりあと言葉遣いなどの情報から滝口本人が書いたものではなく奥様の滝口綾子様が、えー、書いたものではないかというふうに考えられます。まあ、いずれにせよです、ねえー、手紙のの内容かからこう滝口が荒川成功を願う気持ちだったりとか と心遣い、こういったものを見て取れないでしょうかさて、えー、以上のような形で、えー、1977年から79年の滝口と荒川の往復書簡これを目に見える形に再現をしてみましたその中で分かったこととしてはですねそれぞれの機関で保管されている段階ではこう別々の書簡だったものが 合わせたたたこことととととでで往復書ししてて生生き生きき立ち現れてきたということでしたまた先ほどご紹介したようにですね往復書簡の一部を読んでみると手紙のやり取りが確かにこうしている様子ですとか二人の厚い信頼関係と互いを思いやる様子などが読み取ることができます。 今回、KO アーカイブのご協力のもと資料の実物を手に取りながらカメラで一枚一枚書簡を複写させていただくことが叶いました手紙を1枚ずつ手に取って複写してそれに戻してという工程はもちろん根気の必要なものではありましたがそれによってこう文章の内容はもちろんあと実際に交わされていた手紙のボリュームだったり つカンだったり、そういったものも合わせて知ることができまして、そこから当時の荒川滝口のや,やり取りの様子がこう色濃く感じられました。やはりこう昨今はオンライン上で完結するような活動も普及はしているんですが、このような書簡という特殊な資料体の閲覧に関しては、やはりこうオンライン上のみの閲覧で完結するのではなくて、 可能ななな限り実物を見に行くくとということがすごく重要なのではないかと考えますまたこう前提としてですね、そのようなあの今回のような試みが実践できるのもそれぞれのアーカイブ機関が地道な作業の積み重ねで資料をアーカイブつまりこう閲覧可能な状態にしているからにこう他ならないなということを感じました。もちろんこう各資料体は 本当に非常に貴重なものであるため慎重に扱うべきではありますがそれにより公開,の機を公開の機会を極端に減らすのではなくてぜひ積極的に外部へ開いていくということも重要なのではないかと思いましたいずれ当事務所と慶応アーカイブお互いの資料を共有するという話も出ていますが このように異なるアーカイブ機関同士が協働することで広がるアーカイブの新たな可能性、その一例を今回この発表でお伝えできたのではないかなというふうに考えております。えー、以上で川口の発表を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。 はいえー、川口さんありがとうございました、えー、川口の発表を受け続きまして本間より「荒川周作はなぜ1979年の古典を滝口さん一人に見てもらえばよかったのだ」と言ったのかえというタイトルで引き続き1979年の期間の,の準備期間にえ交わされた荒川と滝口のえ書簡のやり取りから読み解く。 荒川の滝口修造への思いと2人が育んだ豊かな創造世界について考察したいと思います。えーはいえー、先ほど瀬野の発 発表の中で紹介した記事と同じものですが、えー、1979年7月14日朝日新聞有刊に掲載された「古国を捨てた荒川芸術18年ぶり帰国展」えー、より囲み部分ご注目ください、えー、この中で記者から荒川さんあ滝口さんが亡くなられたがという問いかけに荒川は2年間この日本手のために尽くしていただいた残念でならない 極端に言えば、滝口さん一人に見てもらえばよかったのだと発言しています。えー、何も知らない人がこれだけを読めば、え、その滝口さんっていう人だけに見てもらえばいいんだったら、まあ自分は行かなくてもいいかと、まあまの弱的な反応をされても仕方がないような表現で、えー、非常に個人的な思いを表した発言でもあります。えー、この2年間アーカイブにじっくり向き合う時間を持てたのですが、 とりわけ、滝口荒川の書簡のやり取りについてはいついつ読み込んではそこにそこから見えてくる2人の関係や新しい発見に喜んだり驚いたりという時間をスタッフ一同で共有してまいりましたこの記事についてもなぜこのような発言になったのかについてさらにいくつかの書簡をご紹介しながら考察していきたいと思います。 えこちらは1978年6月4日付の滝口修造から荒川修作とマドリン銀座ての書簡です全部で3枚あります、えー、封筒を見ると、えー、左下見えますでしょうか、えー、荒川がハサミなどは使わずこう指でビリビリと破いたかのように開けた様子がわかると思います、えー、一刻も早く読みたいという思いの表れでしょうか、えー、この手紙の2枚目を拡大して 一部読んでみたいと思います。右上で、えー、赤線に囲まれた部分。Excuse me, my writing has stopped because my health condition collapsed again.、えー、すみません。また体調を崩してしまい、手紙を書くことの中断を余儀なくされてしまいましたとあります。 この頃すでに健康状態が優れず一心一体を繰り返していた滝口氏が荒川手の手紙に非常に個人的な自身の健康状態について述べられています。またその下の赤線で囲んだ中ですが、一部省略の形で読ませていただきます。The Sabre Museum seems to be enthusiastic about organizing your show.

Uh, according to Mr. Takagi, you like best to show the recent monumental work, open parenthesis, composed of <coughs> six panels, close parenthesis, among others, which is traveling in Europe. Tone our regret that Cebu has no space for it, open parenthesis. I believe you have got the general plan of a hanging space, close parenthesis. 高木さんによれば、あなたは、現在、ヨーロッパ巡回中の6枚のパネルで、構成された巨大な最新作を展示したいそうですね。ね、えー、ただ、とても残念なことに、西部美術館には、その作品を展示,スペースで展示できるスペースがありません。えー、ますでに展示会場のプランは、ご存知と思いますが、えー、その続きです。I should think the retrospective one in general is not bad. But I'm afraid it may prove to be not so easy to organize it from the first step here or there. Only fear is in its value effect when failed in collecting or organizing the works. In any way, the whole hanging should be done straight forward.、えー、いわゆる開古点的なものは悪くないと思いますけれども、えー、それを一から整理して作るのはなかなか難しいかもしれませんね。作品の貸し出し手配と 解やそのせ理がうまくいかなかったときどうするかといったまあはっきりしない不安もありますからどちらにせよえ端的に展示は端的に成功法で行うべきではないかと思います。Uh, the worst is the present condition of our museums in general, as you know or can imagine with ease. Our national MOMA in Tokyo is a symbol of the situation.、Uh, open parenthesis. I retired voluntarily from the committee board about 16 years ago. Close parenthesis. 最悪なのはご存知のように、あるいは容易にご想像できるように我が国の美術館全般の芸術です、えー。東京の MOMA、国立近代美術館がその象徴です。かっ私は16年前に委員会を自主的に退任しました。 この続きですが滝口修造氏は荒川に「回顧展を考えたときにどんな展示で何を優先すべきか、えー、その最善の策を日本の美術館のスペースの問題点などを挙げながら一緒に考えましょう」と分かりやすくまた西部美術館の意向も踏まえた、えー、非常に行き届いた配慮のある文章で書き連ねています。えー、それにに対し1978年6月27日に これは先ほど発表しました川口と瀬野が中心になりましてどの手紙とどの手紙がこうしているか検証を重ねた結果ですねさっきの1978年6月4日の滝口氏からの手紙の返信として出されたと考えられる荒川から滝口氏への手紙をご紹介したいと思います。 この6月27日付の手紙は4枚つづりになっていまして最初の2枚はマドリン・ギンズから荒川修造あ,あ滝口修造綾子夫妻へ、えー、あとの2枚が荒川からの手紙になっています、えー、先ほどの滝口修造氏からの手紙は荒川がビリビリと指で開封して いたのに対し、えー、これを見ていただきますと竹口さんはきちんと、えー、ペーパーナイフか何かで綺麗に開封していらっしゃるその差もなかなか面白いと思います、えー、いくつかこの赤線で囲んだ部分を拡大して読んでみたいと思います、uh, We both thank you very much for the Cornell with the beautiful seven dedications、えー、コーネルと7つの美しい拳字をありがとうございました えこのコーネルというのはジョセフコーネルのことで先にご紹介した手紙の最後に滝口氏から自分が追悼文を寄せたコーネルのカタログを同封しますとあったのでそのお礼と思われます。Now I don't know what Takagi told you, but please don't worry about the exhibition. I never care have not for a long long time about any such thing. Probably Sable will be just fine. I think they are arranging it this way. え高木さんがあなたに何と話されたか分かりませんけれども、西部美術館の展覧会についてはどうか心配しないでください。え私も気にしてませんし、長い間気にしていませんでしたえ。多分西部の展示はうまくいくでしょう。構成はこのように考えています。えー、と言って、その後に。 どこからどんな作品を借りてきてといった展示構成についての説明があるんですけれどもその下です。Uh, so please don't worry about anything like this. Only if you can, if you don't mind, would you think about one or two pages open parenthesis or whatever you can close parenthesis for the c a t a l o g You are the only person there who knows what I'm doing. なので どうか本当にご心配ななささらいいでくださいただもしよろしければ差し支えなければ1ページでも2ページでもあるいはどんなものでもカタログに何か書いていただけないでしょうかあなたはそちらにおられる唯一の私が何をしているかご存知の方なのですとあります、えー、さっきの手紙にありましたように健康状態が不安定な時期であった竹口氏に対し 展覧会のことはどうかご心配なくと言いながらでももしもできたらカタログに何か書いていただけませんかとありその理由としてあなたは唯一の日本での自分の理解者なのですと述べているわけですえ、そしてこの手紙の最後のページには追伸で意味のメカニズムがアメリカフランスそして日本で出版されますという報告とともにドローイングが描かれています 意味のメカニズムと同様荒川とマドリーが非常に力を入れていた作品、えー、問われているプロセス宿命反転の橋「えー、The Process in Question Bridge of Reversible Destiny」というえ作品ですねとの関連性が強く見て取れるド,レイドローイングだと思いますそして荒川に熱心にお願いされていた滝木修造氏は「秒針の身で」 えー、荒川修作への少女という、えー、小さい女,女文の女ですねという文章を書き上げ、えー、それは滝口氏が心待ちにしていた生物美術館での荒川修作展のカタログに収められています、えー、数多くの書,書物著作物を残した滝口修造氏のそれが絶筆であったとされています このように荒川と滝口氏の間で多くの書簡が交わされている中でとりわけ西部での個展開催の前1978年から79年にかけては非常に密な書簡がやり取りが残っていますそのやり取りを読み進めていくといかに荒川が滝口修造を信頼し全てをそんだ相談していたかまた滝口修造も荒川の個展を開催するにあたり どんな作品をどのように見せたらよいか親身になって考え思いやりを込めてシャサジェスチョンをしていた様子が読み取れますえ、そうして迎えた1979年の西部美術館伝の個展なのですが本当に残念ながら滝口修造氏はそれを見ることなくそれでも荒川の帰国を待っていたかのように展覧会開会直後の7月1日に亡くなられてしまいました これは滝口氏も本当に無念であったとと思いまますしまた荒川にとってはどどれれほど無念であったかと思われますそれを考えますと、えー、冒頭のこちらの記事にありました「極端に言えば滝口さん一人に見てもらえばよかったのだ」という発言は荒川周作の正直な胸の内をそのまま表したものであったことがこれらの書簡を読み解いていくと私たちにはひしひしと伝わってきました。 こののようにに実際の公になっている記事掲載これは最初の松田の発表にもありましたけれどもからはその背景にある作家個人の思いですとか実際はこうであったということはなかなか読み取れないわけです。また作家存命中はとりわけ荒川と銀座にとってはアーカイブを研究するイコールすなわち過去を見ることイコールには興味がないという2人でしたのでなかなか えーまあ、研究が進みませんでしたけれども今このアーカイブ資料は3社、えー、関西大学の身体論研究班ニューヨークのリバースブル・デスニー・ファンデーションと荒川銀座東京事務所の3社ですねで共有をしながらさまざまな切り口での研究が進んでいることに私たちは、えー、これからの荒川銀座研究の発展を確信しております。 えゆくゆくはこの貴重な資料を世界中の若い研究者次世代の研究者や学生の皆さんに共有できるようにしたいと思っていますし、えー、そのために私たちができることを粛々と続けていきたいと思っています、えー、まあアーカイブというのはその時代その時代で研究のスタイルも変わっていくものだと思いますが、えー、私たちの取り組みが今後の荒川銀図研究そして2人の作品の理解の一助になればと願っております え今日は短い時間でしたけれども、この発表を通して私たちの研究成果の一部でも皆様にお伝えすることができましたら幸いです。えー、ありがとうございました。で、で続きましてあの時間が押しているのは承知の上なのですが、えー、ニューヨークの方で実はあのトミーさんがスタンバってくださっておりまして、えー、質疑応答もし、えー、少しでも 時間があればバイリンガルで、えー、行いたいと思いますが何かご質問などは寄せられてい,いるでしょうか、uh, the no、今のところありません、はいえっと。チャットで書き込んでもらうようにそうですね、すみません。何かご質問があればチャットの方にお寄せいただければと思いますしもし会場の方からご質問があれば。

そうでしししたたさん <laughs> よろしくお願いいたします今のご質問ですけれども、えー、私どもは、えー、この英語になっている手紙というのはやはりあの荒川がマドリンと、えー、結婚してから、えー、そして、えーあのー、滝口修造さんにマドリン・ギンズというあの結婚相手パートナーとなった人のことを知っていただいてから。 つまり、マドリンが英語でないと読めないからという配慮であると思います。そのそれ以前は日本語です。Uh, before Arakawa married Madeline Gins,、uh, his letters were in Japanese.、Uh, Takiguchi and Arakawa corresponded in English only after their marriage. So it was a consideration for Madeline g

ag did in New York. Is it organized? And, um, sorry, is it question for this panel or looks like <laughs> question for the previous panel? <laughs> <coughs> yeah, <coughs> <laughs> the former panel. <laughs> 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 <coughs> <laughs> 伊藤道文さんからご質問があります。えっとアーティストのためなど、えー、彼らが行っていた身体的な研究やダイグラムなどを既存の書籍や展覧会の図な図版などをまたがり一連の流れとして整理することは考えられましたか。えー、自身の実践のためにも教えていただきたいです。Uh, the uh, the question is the、uh The bodily uh, research and diagrams uh, the, uh, in the uh, uh, published uh, books and illustrations can we organize them as a kind of flow of uh, their thinking development? Uh, I would like to know about my artist practice. えっとすみません、今のご質問、文字で私は終えてなかったので。えっと、ちょっと、ま、あの分かりやすくまとめますね、趣旨、はい、を、はいえっと。要するに、き、ま、今日はあの割と書籍などの、書簡などのアーカイブの発表が中心だったんですけれども、お、ま、そ、あ、らくいろいろな、むしろどちらかというと前,前半のパネルであの紹介していたような、その 大きなプロジェクトとかがをまたいでいろんなモチーフが現れてくるというような場合にそれを一連の流れとして整理するということをえどういうふうにできるのかを自分の実践のためにも知りたいということでまあ東京事務所の側でもそういうアーカイブ資料を持ってらっしゃるでしょうからそういう観点からお答えになったらいいんじゃないでしょうか、はい。ご、え、ご、ー、ご質問ありがとううざいいます、えー、あのご指摘のように色々なにな特 えという2人の活動はまあ分野も時代もえそしてあの表現もいろいろ多様にえクロスオーバーしているプロジェクトも多いものですからえそれをこう本当に本当の意味でアーカイブする方法というのがあのプロジェクトごとに異なっているということも言えると思います。えー その上で、様々にその切り口をその都度そのプロジェクトごとに検討しながら進めている段階でして、今、完全にこういうふうにまとまっていますということではないのですが、これもこの身体論研究班、RDF、AG 東京で進めていければと思っています。 Uh, the, uh, the, uh, the, the, uh, well, uh, for a -G, Arka, the, the, for A.G. arakanda uh their project uh, was so interdisciplinary, uh, uh, the branching into many uh, disciplines, time period, and expression. Uh, the, uh, in a true sense of archiving, we have to work on project by project, and we are working on them individually. In the future, uh, in collaboration with LDF and the uh, Architectural Body Study Group, we want to continue this work. Floor, で三鷹店名販転住宅の建設当時のメディアの取り上げられ方の変化が興味深かったです。最近もクラウドファンディングの関連で多くのメディアにて報道されましたが、三鷹スタッフの方々、最近メディアでの捉え方の変化、捉えられ方の変化などお気づきのことがあれば伺いたいです。I very much enjoy learning about the early media coverage of the、uh, 三鷹 o fts. Uh, recently your crowd fundraising、uh, became a topic of many media reporting、uh, the mitaka staff、uh, ag tokyo staff if、uh, you have、uh, you noticed any shifts in、uh, in attention and focus let us know えっとこの質問とまずフロアから質問をいただいてでまとめて答えるぐらいがちょうど まあ時間は切れてるんですけどすでにそれぐらいではないかと思いますがあじゃあ質問最初ですはい、はい、えっとちょっと東京事務所の方にその70年代の書簡が大量に多いっていう理由がちょっと不思議だなと思ってたのとあとはそのスタッフの方に向けてあの大量のファックスがこうその後やり取りであ出てくると思うんですけどそういうものも同じ観点であのアーカイブ化されていく。 Uh, the, uh, the, I, I, I was very interested in the fact that there are so many uh, 70s letters at the age tokyo. why is it? and also after 90s, uh, uh, the, uh, there are so many fax uh, uh, correspondences. are you going to organize this as archive? ありがとうございます、えー、資料については手短にあの、えー、特に70年代の手紙が膨大にあるわけではなくてその時代その時代あのたくさんありますで、えー、今回はここに焦点を当てたということで、えー、財団 RDF の方からも、えー、その資料を送って、えー、共有させてもらってそこに あのまあ集中して取り組んだというだけで、あの手紙全般膨大にございます。えまたファックスですけれども、あのファックスも、えー、昔の簡熱紙のようなものはできるだけコピーをして、えー、スキャンをしてという作業を始めたいのですけれども、まだそこまで至っておりません。膨大にあります。えー、多分私の生きているうちに終わらないのではないかと思っています。アディア。 The, it's not that there the are only 70s letters uh, we have. Uh, for this presentation, we focused on the 70s. Uh, we also borrowed, the, uh, uh, get, uh, obtained the scans from RDF uh, on the 70s. That's why we have so many 70s. So every period, we have many uh, letters. In terms of facts, for example, the thermal paper uh, facts, the early uh, years. Uh, we would want to make Xerox copy or scan in order to preserve them, but there are so many of them. I feel kind of pessimistic that the, uh, we won't be able to finish it and when I'm alive. はい、あの三鷹に関しては私の方から答えさせていただきます。えっ、ー、と本当にですね。日々日々えっ、ー、と皆さんに捉えていただき方っていうのは変わるんですけども。も竣工当時にですね。あの、非常に親しい方からですね。えー 皆さんにどういうふうに思っていただけるかには大体10年ぐらいがかかると思いなさいと予言の書のようなことを言われてまさかと思ってたんですけどやっぱり10年ぐらいかかりましたえと最初は一体何なんだろういまあ未だにそれは続いていますしそれがあの作品の魅力でもあるとまあ荒川銀座の作品の魅力でもあると思うんですがまあふわっと何かあこういうもんなんだななんだか僕たちにとって あのいいもんなんだな、敵ではないんだな、みたいな雰囲気になったまでが、まあ、10年ぐらいかかったかな。ではい。すいません。Uh, よろしいですかと、uh, to, uh, of course, the、uh, news coverage changes、uh, from time to time.、Uh, at the time of the inauguration of Mitaka Rofts,、uh, some people close to us told us that the、uh, It takes ten years for people to understand or get some sense of what it is. I kind of uh, doubt that, but indeed, it took ten years. About, uh, of course, uh, you know, everything is understood by everybody. That's not the case, but the uh, the general sense of this is what it is, and uh, it is good for us. This sense, uh, this understanding. Uh, 実は、そしてそういう意味で言ったら実はこの関西大学の身、ね、体の研究班が発足したのが、まあ、2016年になるので。 いわば11年目に始まったということであれば、やっぱりそういう意味で、荒川銀ずが培いた種がだん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 皆さんに注目をしていただいて、今日のような三、えー、村先生はじめ研究の対象にしていただいて、今日のような日を迎えられたというのは、我々にとっても非常に、えー、三鷹にとっても非常に嬉しい日だなと、嬉しい機会だなと思っています。あ The, uh, the architectural body research group was uh, formed in 2016, which is the 11th year since the inauguration of Mitaka Lofts. So the, uh, the, the, the sheet sold by a, a, uh, Arakawa and Ginz, it became gradually, uh, it, it attracted gradually attention and then finally became an object of study. And then uh, that became the uh, this conference, thanks to Mimura, Professor Mimura, and then other professors of the uh, study group. So today is very uh, happy occasion for our Mitaka staff. Hi, Eto はいえー、あの午前中の部は、えー、リバーシブル・デスティニー・ファンデーションに続いて、荒川銀座東京事務所あの、くしくも、くしくもというか、必然的に、えー、互いにこの2年間、えーアーカイブあの、パンデミックの期間に何ができたかというとあの、アーカイブへの取り組みというのが飛躍的に充実できた2年間であったということから、このような研究発表をさせていただきました。えー もっとお前たちは三鷹にいるんだから三鷹のロフトのこと話せという、えー、お気持ちを持っていらっしゃる方もいらい,いらっしゃるかもしれませんけれども、えー、それはまた、えー、建築関係の何か発表の機会があればその時に、えー、喜んでさせていただきたいと思います、えー、ご清聴ありがとうございました uh, uh, OK I'm sorry、uh, In the morning, ああ、r r e v e r s for e destiny foundation And then now, uh, AG Tokyo, inevitably due to the two years of intensive archival studies, uh, resulted in the presentations based on archival research. Since we, AG Tokyo, is located at the, at the uh, Mitaka Loft, you should be talking about Mitaka Loft more. Okay, in the future, if there's any, uh, the conference or panel about the architecture, we'd love to talk about it, but until then, I thank you for your listening carefully today. Thank you.